ですね、やっぱりその本編と、まあ、一緒にこう映画とっていう行き来しながら撮ってたので、あ、今日は本編か映画かみたいな感じで、すごいハードスケジュールだったんですけど、まあ本当にみんなと、まあ、お兄ちゃんたちとほぼ一緒だったので、まあ、すごいもう楽しかったですし、もう今はもう本当の兄弟、お兄ちゃんとして見てるので、もうすごい心強かったです。1年前とかはもう1年っても絶対長いじゃんって思ってたんですけど、もう今こう終えてみると、あ、もう1年経ったんだ、もう早いなっていうのが正直な感想です。そうですね、やっぱり立石さんはその獣王者に出られてたということで、その出られてた時どうだったんですかとか、そういう過去の話をちょっと聞いたりとかしました。すごいなんかやっぱ楽しかったです。そうですね、やっぱ三兄弟ライダー、そしてお父さんと一緒にその戦いましたし、それと本当ゲストも豪華ですし、あとやっぱりアクションを本当に頑張りました。やっぱり坂本監督ということで、まあ、アクションたくさんやりましたし、まあ、すごい、まあ、本編の方でも私空手少女で、まあ、結構アクションやってるんですけど、まあ、それ以上にもうすごいなんかアクションしたな、やりきったなっていう達成感があるので、すごいまた成長できたんじゃないかなと思います。でやっぱり家族みんなでその映画に出られたことが嬉しいですし、まあ、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。皆さん、夏映画ぜひご覧ください。夏休み期間だと思うので、ぜひ家族で劇場へ足を運んでください。